フィアットディーノはイタリアの自動車メーカーフィアットが1966年から1973年まで製造した高性能スポーツカーである。フェラーリがその65度 V 型6気筒 DOHC エンジンをフォーミュラ2に参戦可能な台数まで量産させられるよう量販目的でフィアットブランドのスポーツカーを開発した。このエンジンはフェラーリ創業者 ベンツオ・フェラーリの長男、アルフレード・フェラーリが病床でアイデアを出したとされ、D の V6 と通称され、フェラーリ自身も D の 206GT に搭載して市販化した。なお、ベース用エンジンの市販車向けのディチューンは、フィアット社の在籍した元フェラーリの主任技術者、アウレリオ・ランパルディによって行われた。最初に登場したのはスパイダーで、1965年のトリノ自動車ショーで、 一般公開され、翌1966年から生産開始された。ピニンファリーナによる抑揚に富んだデザインは、フロントエンジンの古典的なプロポーションと相まって D の 206GT とは別種の魅力を持っていた。エンジンはアルミ製シリンダーブロックを持つ 1987cc160 馬力 7200rpm で、最高速度は 時速 210km であった。フィアット D の2000クーペ。ベルトーネによるデザインで、全体のフォルムが、イスズ117クーペと似ている。そのゴマもなく、ベルトーネのデザイン、制作による2ドアにプラスにザクーペが追加された。こちらは直前までベルトーネに在籍し、カロッツェリアギアに移籍した全チーフスタイリストジョルジェット、ジュージアーロの作品であるイスズ117クーペとの、 近似性が感じられるデザインとなっている。1969年にはエンジンが 2418cc180 馬力に強化され、シリンダーブロックは中鉄製に改められた。この際スパイダーの場合車両重量が 1150kg から 1270kg に増加したが、排気量拡大と出力アップで最高速度は 1987cc 版と同等。 例時速 100km 加速は 1987cc 版の8.5秒から8.3秒と若干ながら性能が向上した。これは 1987cc エンジンがフォーミュラ2のための規定生産台数を満たしたことからの変更でフェラーリ製のミッド疾風車も同様の変更を受け 246GTB GTS に発展している。この際、 リアサスペンションも、フィアット百三十と同じストラットとコイルの独立喧嘩に改められ、乗り心地、操縦性、設置性が改善された。なお、二千四百十八 c c 版は生産も、フィアットではなく、モデナ県マラネットのフェラーリ工場で行われた。大衆車のイメージが強いフィアットブランドで作られたため、二百四十六 g t b GTS と比較すると地味な存在で、 中古車価格も低かったが、最近では進化が見直され、特にスパイダー版の人気が上昇しつつある。なお、当時の日本には正規輸入されなかったが、中古車で並行輸入された例がある。ありがとうございます。